皆さん、こんにちは。航空宇宙工学課程の辻井と申します。本日は、衛星航法への導きと題しまして、航法、ナビゲーションとその発展、衛星航法システム、そして我が国の衛星航法システムである導きについて説明していきます。それでは、始めましょう。まず、航法とその発展ですが、航法というのは聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、英語で言うとナビゲーションと言いまして、位置や速度、進む方向を求める技術のことであります。航法は航海とともに発展してきました。最も古くは地紋航法という技術が使われておりまして、こちらは陸や島の地形を頼りに航行するものであります。次に、沖合では地形が分かりませんので、太陽や月、星の高さや運動から時刻や方向を推定する天文航法という方式が使われました。その後、中国で、羅針盤、コンパスですね、それが発明され実用化されると、船の方位、北に対する方位を知ることができる、できますので、同じ角度を保って航行する、等角航法という方法が行われるようになりました。次に、推測航法という方式が使われるようになりました。こちらは、まず方角というのは、コンパスで知ることができます。それから船の速さを何らかの形で計測して、その速さに時間をかけることによって進んだ距離を計測して、足していってやります。それからまた方向が変わると、そこから進んだ距離を測って足してやると。このようにどんどん位置増分を足してやる方法がデッドレコニング、推測航法という方法です。古くは、速さは海を漂う海藻や木片を観察して計測し、時間は砂時計を使って測っていました。この推測航法という航法の原理は現在でも使われておりまして、こちらはですね、現代の推測航法装置となっていますけれども、進路、方向はジャイロで測って、速度は加速度計の出力に時間をかけて、得たもの、そういうものを使って、推測航法を行うものです。原理的には古くからある推測航法と同じになっています。それから、電波送信機を灯台のように使用する電波標識が開発されました。その後、2つの地上送信局からの電波到達時刻の差が等しくなる点を結べば双曲線となりますので、それを利用した双曲線航法というのが開発されました。皆さんご存知のように、楕円というのは2つの定点からの距離の和ですね。これが等しい点の軌跡ですけれども、双曲線というのは2つの定点からの距離の差、これが等しい点の軌跡となっています。さて、双曲線航法について説明しますが、例えば船で A 極と B 極からの電波を受信します。そして、その地上極から電波、パルスですね、それが同時に送信されるとすると、それらの到着時刻の差かける光速、それによって距離の差がわかります。こちらの図ですと、PB-PA が R1 という距離であったということになります。ただし、この距離の差が R1 という地点は1点には決まりませんで、この赤い双曲線上にあるということになります。そこで、次に
A 極と C 極からのパルスを受信します。でこの時、A 極と C 極からの距離の差が R2 であった場合、船はこの緑の双極線上にあるということになります。そうしますと ABC3 つの極からの電波を受信することによって、2つの双極線が得られることになります。ですので、この船というのはこの2つの双極線上に交点上の交点上にいるということがわかるという、こういった原理になります。でこの双極線工法の代表的なものはですね、アメリカの開発したロラン C と言われるもので、こちらは電波が2000キロ近く到達するため長距離を航行する船舶や航空機に広く利用されました。ここまで、電波の送信局は地上にあったわけですけれども、この電波送信局が人工衛星となって、世界初の衛星広報システム NNSS が登場しました。そしてそれが GPS へとつながっていきます。こちら GPS の軌道の概略図ですけれども、軌道面というのが6つありまして、各軌道面に4機配備されると完成です。ですので、24機で完成するというシステムです。で衛星の寿命は 7.5 年、あるいは最近のものですと12年というように長くなっています。軌道長半径は約2万6000キロで、軌道周期が約半日になります。軌道傾斜角、軌道面の地球の軌道、赤道に対する傾きというのが55度と、こういった衛星になっています。衛星工法というのは何かとまとめると、こちらは人工衛星を利用した全地球型の工法システムで、一般には GNSS グローバルナビゲーションサテライトシステムと呼ばれています。でその特徴は精度と利用性、利用性というのはある場所ある時刻での使用可能性ですけれども、これらが比較的高いということで、いつでもどこでも地球上いつでもどこでも高い精度で位置決めができると、そういうシステムです。また搭載装置、まあ、受信機ですね、これの値段が下がってきたということで、船舶や車両あるいはスマホですね、そういった移動体の広報装置として、利用が急速に拡大しています。代表的なものは最初に開発された衛星広報システムである GPS、 アメリカのシステムですね。こちらは現在に31機が稼働しています。ただアメリカの他にもロシアが開発しているものもあり、こちらをグロナスというふうに呼んでいます。また欧州が開発したものもありまして、こちらはガリレオというふうに言われるシステムです。また中国インドも独自開発しております。次に、単独測位の原理について説明します。GPS の受信機を使って衛星の信号を受信すると、衛星と受信機間の距離が計測できます。例えば今一つの衛星の電波を受信したとすると、その距離ですね、 R1 が計測できます。そうすると受信機っていうのはこの衛星を中心とする、半径 R1 の球面上のどこかにあるということが言えます。そしてもし、2つ目の衛星が観測できて、その衛星までの距離が R2 であったとすると、受信機っていうのはこの2つの球面の交わる線ですね、交線、その交線上のどこかにあるということになります。そしてさらにもう一つ衛星が観測できたとすると、受信機はこの2つの交線ですね、2つの交線の交わるところ、
交点上にあるということになります。でこの交点は2つありますけれども、非常に遠く離れてますので、初期値がある程度分かっていると容易に自分の位置を計測することができます。さて、GPS では距離を測ると言いましたが、その原理について説明します。まず、往復測距というものがあります。ツーウェイレンジングですね。これは街中でもよく見ると思いますけれども、測量でよく使われています。このようなレーザー測距器を使ってレーザーを発射し、プリズムで反射されたレーザーが返ってくると、そのレーザーを発射してから返ってくるまでの時間を測ります。そしてそれに光速をかけて2で割ってやると、この距離が計測できると、こういう仕組みです。でこのツーウェイレンジングの特徴としては、時計は1個で良いということです。このレーザー測距器に備えられた時計で1個で良いということと、経過時間を測るわけですから、絶対時刻は不要ですということです。ただしユーザーは1人になります。この測距器を使う人、このユーザー、この人だけがユーザーになるということになります。それに対して、一方向測距、ワンウェイレンジングという方法があります。これが GPS で使われている方法ですけれども、このように GPS から電波が発射されて、受信機で、その電波を受け取ります。で受信機では信号の到着時間っていうのを、受信機の時計で読み取ります。そして、届いた信号っていうのを解読すると、実は衛星でその信号が送信された、その時刻が分かります。送信時刻が分かります。ですので、到着時刻と送信時刻の差に光速をかけてやると距離が分かるという仕組みです。これの特徴としましては、時計は2個必要になりますと。衛星で送信時刻をつける時計、それから受信機で、受信時刻を読み取る時計、この2つが必要になるということです。そして、この2つの時計は同期していること、同じ時の刻みをしていると、そういうことが必要になります。それから大きな特徴としては、ユーザーは多数いると、受信機を持っている人は全て、ユーザーになります。1つの衛星からの電波をたくさんのユーザーが受け取ることができると、こういうことです。で、時計なんですけれども、時計が2個必要ですけれども、衛星側の時計、これは原子時計を積んでいますので非常に高精度です。ただし、受信機側の時計、これはカーナビとかスマホでも使われていますので、安い時計ですね、水素時計などの安い時計が使われていますから、誤差が非常に大きいと。これが一つ問題になってきます。はい、こちら単独測距の原理、もう一度書いたものですけれども、衛星、電波を計測すると衛星と受信機間の距離が測れますと。これは距離観測データです。で原理的には、衛星が3つあれば、その3つの球面の交点に GPS 受信機があるわけですけれども、先ほど言ったように GPS 受信機の時計というのは非常に、誤差が大きいということで、衛星の時計の誤差も未知数として、解かなければなりません。ですので未知数としては、受信機の位置 XYZ と受信機の時計、この4つになります。したがって、必要となる衛星数というのは3つではなくて4つということになります。はい、こちらのスライドですね。こちらは衛星広報で使われる技術をまとめたもので、
原理は先ほど言ったように簡単なんですけれども、それを深く知ろうとするといろいろな技術について知らなくてはなりません。例えば衛星を使いますので、衛星の軌道について知らなくてはいけませんから、軌道力学などが必要です。それから距離を測ると言いましたが、暗号を解読するというようなことですので、通信工学が必要になります。それから電波を計測しますが、電波が地球に届くまでに対流圏や電離圏というところを通ってきますので、電波に関する技術が必要になってきます。それから受信機の中ではこういったフィードバックループと言われる仕組みが働いていますので、制御工学が必要になってきます。また最後、位置を計算するときには、その方法として最小事情法、あるいはカルマンフィルターというような技術が使われています。ということで、衛星工法は非常に多くの技術が集まったシステム技術ということが言えます。さて次に、我が国の衛星工法システムについて説明していきます。こちら順天頂衛星測位システムと言われますが、別名日本版 GPS というふうにも呼ばれます。ただし、GPS が全世界を対象としているのに対し、こちらは日本周辺のみを対象としていると。そのあたりがちょっと違います。で、この1号機ですね、これは約10年前に打ち上げられています。で、その軌道はこちらに出ているんですけれども、宇宙空間上はこのような楕円軌道を通りますが、それをその真下ですね、真下の軌跡を見るとこういうように8の字になるような軌道になっています。1号機は10年前に打ち上げられましたが、その後追加の3機が打ち上げられました。これが2017年度に打ち上げられ、2018年度から4機体制のサービスが開始されています。ただ現在4機使われているわけですけれども、先ほど言ったように、即位1機目を行うためには4機同時に観測されることが必要です。ただこのシステムに4機しか衛星がないとすると、例えば1機がこういう南の端にいたとすると、日本から見ることは非常に困難になりますので、もう少し衛星が必要になっています。ということで、2023年度をめどに、あと3機追加して7機体制になるという計画となっています。はい、みちびきの軌道、先ほども言いましたけれども、宇宙空間では楕円軌道を描いていますが、その衛星の真下ですね、地球表面上の軌跡を見るとこんな風になりますと。ということで、日本あるいはアジア、オセアニア、オーストラリア、オセアニアの近辺を上空を動く衛星ということになります。この8の字の軌道を順天頂軌道と言いまして、1号機、2号機、4号機はこちらの軌道を描いています。それに対して3号機は静止軌道となっていまして、東経127度のこの辺に位置しています。一方、GPS の軌道を復習しておくと、宇宙空間上の軌道はこんな形ですけれども、それを地球の表面で描いた軌跡ですね、これ一つの衛星だけですけれども、こんな形になります。でこれが24機ありまして、ですので地球全体をカバーすると、そういうシステムになっています。導きの見え方、
地平線からの角度、仰角に着目すると、ですね、まあ、こんなふうな軌跡を描きますけれども、仰角70度以上、一つの衛星が仰角70度以上に8時間いると、そういう軌道になっています。仰角50度以上には12時間です。で、この順天頂軌道を描く衛星が3つありますから、導き A、B、C と3つありますから、3機が8時間ごとに順番に現れますから、少なくとも1機以上の衛星が仰角70度以上にいると、ほぼ天頂にいるということになりまして、これが順天頂衛星システムの名称の由来となっています。この仰角の高いところに必ず一つ衛星が見えるということが利点の一つでありまして、このように、街中、ビルのが多い街中でも順天頂衛星は、見える場合が多いと、一方静止衛星のような低い仰角の衛星は街中では見れなくなるということがあります。はい、こちら、実際、東京で見た順天頂衛星の見え方ですけども、ピンクの丸が順天頂衛星です。ちょうど一つここに、天頂近くにあります。それからもう少し低いところに、二つ目、三つ目がありまして、ピンクの四角、これは静止衛星になっています。この時は、4衛星ですね、見えていますので、順天頂衛星システムだけで測位ができます。でも他にもいろいろな点が見えてますけれども、これは他の全世界の測位衛星を示していまして、例えば青い、水色の丸は GPS ですね。これは GPS を示しています。それから緑の丸はグロナス、ロシアの衛星。青は、欧州のガリレオと。まあ、こういうふうな衛星となってまして、現在非常にたくさんの広報衛星が観測できる状況です。はい、ここまで、衛星広報システムについて見てきました。次に、実際に測位の状況ですね。これについて、ご紹介したいと思います。ここでは3種類の測位について、ご紹介します。1つ目は単独測位で、こちらはカーナビやスマホなどでも使われている方式で、精度は数メートルです。次に半素波相対測位といわれる、測量や精密工法に使われる非常に高精度な、1ギメ技術で、こちらは精度が数センチメートルになります。で最後が導きを利用した精密単独測位という方法で、精密農業や自動運転、まあ、将来的にはこういったところで利用されることが期待されていて、その精度は10センチメートル程度というものであります。まず単独測位ですけれども、これはここにあるようなカーナビでよく使うようなアンテナの位置をGPS のみを使って、受信機1個だけを使って、測位する方式で、その結果っていうのはここにあるようなまあ、メートル程度の誤差を持つものになっています。こちらですね、アンテナが止まっていたとしてもこのように、ふらふらと測位結果が動くわけですけれども、これはなぜかというと、GPS の信号にいろいろな誤差が含まれているためです。例えば、実際は衛星がここにあるのに、計算上はこちらに、いることになってしまうと。こういった軌道歴の誤差、あるいは電波が電離圏、あるいは対流圏を通るときに、生じる誤差、あるいは建物で電波が反射することによって生じる誤差、それから先ほどから申していますように、受信機の時計の誤差、
あるいは衛星の時計の誤差、こういったたくさんの誤差があります。ですので単独測位では、測位結果がメートルオーダーになって、ふらふらと動くわけですけれども、この誤差というのは誤差の大部分というのは基準極とユーザー極の距離が近ければ、誤差は共通です。こういうことを利用して、精度を上げていくという方法が相対測位です。相対測位ではユーザー、ここでは、航空機ですけれども、これの他に、基準の受信機を置きます。そしてこの基準局で、観測した、GPS データ、そこから誤差を計算して、誤差補正情報をユーザーに送ってやると。こういう方式です。そうすると、その誤差というのは、基準局とユーザーで共通ですので、それを消すことができて、高精度な測位ができるということになります。この写真のように基準アンテナがあって、それに対するユーザーアンテナの位置を計測するというものです。こちら基準アンテナですね。で、こちら基準局の受信機ですけれども、受信機で計算した補正情報っていうのを、このアンテナから送信してやってます。そして、ユーザー側の受信機で受信して、受信機の中で誤差を補正してやると。その結果得られたのがこれですけれども、静止しているにもかかわらず、静止しているアンテナの場合、このように誤差が数センチメートルになるということがわかります。で、最後に、導きを用いた精密単独測位ですけれども、先ほど基準局を使ってそこで誤差情報を計算すると言いましたけれども、こちらの方式では基準局は不要になってまして、導きの衛星システムで、補正情報を計算してやって、それを導き衛星から送ってやるということになりますので、地上局からユーザーに何か情報を送る必要はありません。衛星からの情報で、距離を測ることができ、またその誤差を補正することができます。受信システムとしてはこれだけです。アンテナがあって受信機があると。これだけになります。基準局は不要になります。そして、定点観測、の結果がこれですけれども、まあ、だいたい、5、6センチ以内には収まるということがわかります。次に、移動体測位っていうのをやります。このようにアンテナを動かしてやって、このアンテナの軌跡がどうなるかということを計測しますが、これがその一つの結果です。先ほどアンテナを動かしましたが、その軌跡がこういう点々で表されています。で、その時の観測された衛星がこちらになっています。で、もう一回観測をやります。今度はこういったような点々の軌跡が得られました。さて、これよく見ていただけると、何かの字になっていると思いますが、わかりますでしょうか。このように、アンテナを動かして字が書けるということは、測位の精度が良くなければできませんので、例えばメートルの誤差があればこんな字は書けませんので、字が書けるということで、PPP の導きによる測位の精度の高さというのがよくわかると思います。はい、最後にまとめたいと思いますけれども、今日は候補、ナビゲーションとその発展について紹介してきました。そして GPS に代表される衛星候補システム、我が国の順天頂衛星システム、導きについて紹介しました。そして、実際の測位結果についてご紹介したんですけれども、カーナビやスマホ、などで使われている単独測位では精度が数メートルだったのに対し、
我が国の導きを使った精密単独測位では、精度が10センチメートル程度になるということで、精密農業や自動運転に、利用が期待できるというところです。はい、今日の私の講義はこれぐらいで、終わりたいと思います。それではどうもありがとうございました。